はい、皆さんおはようございます。日本沖縄竹富島からお届けしています。最近全国ニュースになりました例のあれ、見に行ってみたいと思います。まあちなみに竹富島のことを説明するとですね、もう見てのように、赤瓦と、これ全部サンゴの砂の道なんですよ。はい、この島はね、町並み保存地域ってなってて、沖縄県の昔の琉球王朝時代の町並みが今でも残ってるんだけど、ほら砂こう綺麗に生えてるでしょ。朝毎朝ね、これ綺麗に竹ぼうきでほうきの芽をつけるっていうのはこの島の習慣になってます。でこれ石垣も全部サンゴで、もう接着剤とかコンクリートとか使ってないんですよ。ノズラ積みって言って組んであるんですけど、それにサンゴ、ほら綺麗にタイヤの跡ついてるの見えます。これ全部朝綺麗にほうきの芽をかけてるんですよ、毎日毎日。それがこの島の風習でもあります。で竹富島の場所どこかっていうとですね、沖縄本島から南へ400キロ、台湾から200キロって言って、もう台湾すぐの場所になります。こういう風に花が咲いてて、下がサンゴの砂道で、ハイビスカスがいっぱい咲いてるのが竹富島ってとこになるんで、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。一応観光地で有名なんですよ。はい。石垣島からこう船で10分ほどで着くんで、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。海水浴だったりとか、街並みを散策する方非常に多いんで、遊びに来ると楽しいと思います。夜はこう一年中だいたいホタルもいますし、夏場は天の川も流れ星も見えるんで、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。では今からちょっと向かおうかと思っています。よいしょっと。いや、いい朝っすね。いい天気です。まだあるのか。よいしょ。あ、まだあるな。よいしょ。いや、竹富に変なもんが流れてきたって全国ニュースでやってたんで、ちょっと様子を見に行こうと思います。あのオレンジのやつ分かりますかね。よいしょっと。よいしょ。ぶっちゃけめちゃでかいっすね。これですね。大きいっすね。よいしょ。よいしょ。うわ、でかいっすね。だってこんくらいっすよ。お、触って大丈夫かな。こんな感じです。なんかね、資料によると、うわ、ほんと大きいですね。よいしょ。全体はどんな感じ。全体はこんな感じですね。ちょっとでかくて入んないけど、資料によるとアメリカ製のビーチクラフト社っていうところが作ってる
標的機らしいですね。で、標的機って何かっていうと、まあ戦闘機の訓練なんかでその敵機として使うらしいですね。はい。で、もう古いタイプらしくて、今アメリカでは使ってないと。で、今運用してるのが台湾と韓国らしいんで、そっちから流れてきたんじゃないのっていう話です。で、これ何度かリサイクルで使うらしいんで、その練習した後にパラシュートでドボンって海に落ちて回収してまた使うっていう世界らしいんで、けどこれめっちゃガム手ですよね。ほらガム手、ほらここもガム手、ここもガム手、ここもガム手ですね。ほう、ほう、めっちゃガム手欲しいですね。なんかホームセンターで売ってるガム手ですよね、これ。めっちゃガム手欲しい。一応ターボジェットエンジンついてるって話なんで、ほーすごいなぁけど、これで、ここにミサイルボットかな、チャフとかこう電波を妨害するアルミ片みたいなのも負けるっていう風になってるらしいですよ。ほほー。で、これロケットブースターがついてるんで、ブースターでこう最初打ち上げるらしいんですけど、わーすごいですね。なかなかこういう軍用のものって見れないんで興味津々です。この後ろの穴も何なんでしょうね、これ。ここに文字が書いてありますけど、ここにも文字が書いてありますけど、めっちゃガム手補修してますね、本当に。おお。まあ全国ニュースでやってたんで、おお。どっから流れてきたんでしょうね、台湾なのか、韓国なのか。お、なんかこう蓋もしてありますね。はい、おお、すごいな、ジェットエンジン。バラしてみたいなとは思いますけど、まあ自衛隊の方が来て回収するそうなんじゃないでしょうかね。さすがにこれ運べないんで、めちゃでかいですからね。どれぐらいだろう、長さ的にトラックぐらいありますかね、普通の2トンの2トンのトラックぐらいですね、大きさ的には。めちゃでかいですよ、本当に。こんな感じですけど、はい。なんで、ほーって感じです。で、これ、あれですね、こっち側が下面で、尾翼ついてるんで、こっちが上面になってますね。おお、よいしょっと、よいしょ。周り岩なんで滑りますけど、こんな感じです。いや、最初ミサイルっぽいからびっくりしますよね、けど、ドイツの V1 ロケットみたいですからね。おお、こんな感じですよ、本当に。よいしょ。
だいぶ離れないと全部入んないですよねこれ。まあイメージとしては2トントラックぐらいの大きさですね。こんな感じです。よいしょ。いやーかっこいいっちゃかっこいいですけどね。なんでレポート終わりました。あーいい天気だなーけど、西表の方は雨降ってるっぽいですね。さあ戻りますか。戻りましょう。